見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。うん、ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。この島一体。昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。
げえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。すぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。攻撃をやめねえ。
元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。あの石像には行動範囲がある。ついてこい。これって飛んでいったキューブじゃない？食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえかな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あ、見てください、スモーカーさん。あの光は何だ？分かりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやがる。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。
聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも。あ、ここにいたのか、リム。リム。リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。口で説明するより直接見た方が早いと思う。あ、失った力を取り戻すべくワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味はアディオの協力で巨像を倒し最初のキューブの奪還に成功した。しかし事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。消させんじゃねえよ。天井が割れた。
けてくれてありがとうな。感謝することはないわ。あなたは小さいから当たり前よ。なんだよ、俺は小さくなんかねえぞ。なんだ？カニ！待てよ、ビビ。何するつもりだ。もう放っておけないの。何としても反乱軍を止めるわ。もうバロックワークスの好きにはさせない。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。甘いんじゃねえのか。七部会の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、今さらお前一人で止められると思ってるのか。それの何がいけないの。命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの。今さらお前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。みんなもう一度だ。何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやる。また仲間のため、よほど大切にしているものなのね。待ちやがれ、麦わら。なんだよ、しつこすぎるぞ、ケムリン。構うな、ルフィ。今はアルバーナに向かうことが先決だ。パラ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 。どうした。例の偽国王事件で暴れていた連中が再び集まってきました。そんなもんてめえらで片付けろ。それが麦わらの一味を逮捕するため菜の花からも海兵を送ってしまい、数が足りないのです。スモーカーさん、菜の花だ。急ぐぞ。目覚ませ、お姫様。見苦しくてかなわねえぞ。お前の理想論は。私はこの国の王女よ。お前なんかに屈しない。可愛げのねえ女だ。お前に国は救えない。サンジ！おう！しがみつけ！ルフィ、何も！アルゲドレール！パワーシャー！ビビー！ルフィさん、間に合った。よし、捕まってろ。それよりこの大砲が問題だぞ。こいつは爆弾を広場まで飛ばす程度の威力しかねえからな。爆弾を安全な高さまでとても上げられな。時限式のカウントダウンが始まっちまってる。おい、もう時間がねえぞ。いや、なんだよ、お前ら何すんだ。こっちだ、ウソっぺ。俺たちが何とかする。そうか、失敗したら終わりだ。うまくやってくれよ。おいよ、合わせろ、国旗。命令すんじゃねえ。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が、この俺を誰だと思ってやる。やろう、サーブルスペシャード。ガムのデザートストーム、レスパーだ。
うん、あの時言ったよな、お前を超えていくって。戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビビ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まる。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が薄まっていく。戦いをやめてください。ついにビビの叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたから。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王コブラも姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結した。王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。食べられちゃうぞ。ラホ、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。あ、いいじゃねえか。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま。ねえみんな、私どうしたらいい？ナミさん。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。思い出の中だとしても少しでも長く。そんなに似ちまうのか、そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。熱し合え。あとアラバスタついてかよ。大変だ、軍艦が向かってくるぞ。なんでだよ、前とは違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞビビだ。一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だからいけません。そっか、私はここに残るけど、
記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂人の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。こいつだ、見てろよ。迷路のような砂人の遺構を越え、風の巨像を倒した麦わらの一味。新たなるキューブを手に入れた彼らは、再び記憶の世界メモリアを目指す。水の都で意外な人物が彼らを待ち受ける。辞書、海上都市。ウォーターセブンの冒険。もう一度お前と旅ができてよかったよ、メリー。俺と決闘しろ。予想は外れちまったみてえだな。こりゃいい女になったな、ニコロビン。ちょっと待ちなさい、閣下しなさんな。俺がここに来たのはニコロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。ねえ、やっぱりお前ら今死んどっか。ロビンちゃん。うわ、大変だ、すぐに解凍しないと。まあ、成り行きってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルビー、戦うぞ。あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け、早く。こいつあの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう。逃がさねえよ。待て、俺の仲間には手を出すな。この勝負俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんで殺していくぞ。
しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからには、この勝負俺の勝ちで、それまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば野暮は俺だわな。なあ船長。うん、脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞチョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。わかった、こっちは任せてくれ。ルフィがここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。おい、メリーはどこに行ったんだ。ウソップは。ルフィも凍ってる。落ち着けチョッパー。メリーとウソップに何があった。わからないんだ。俺たちが来た時にはもう。あいつは海賊狩り。じゃあこいつら麦わらの一味か。船長はいねえようだが、なかなかの賞金額だぜ。いただいちまおう。てめえらがうちの狙撃手と船を奪いやがったの。狙撃手？何のことかわからねえが、船は俺たちが有効に使ってやるよ。解体してんな。仲間が凍って大変な時に悠長に構えてる時間はねえ。船と仲間返してもらうぞ。待て、お前ら。ウソップ。そうか、おめえらが小僧兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何？どうしたの？いや、何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を、命を賭して守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前、あいつに何を話した？あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前は鳩のやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ、後のやつ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。なるほど、ただのチンピラではないよ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。何してんだ。違う。ルフィ。行くぞ、アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします。さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。
ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。ハトのやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ町に残ることを決断するのだった。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。そうだったの。お前たちにも困ったもんじゃ。こんな場所まで攻め込まれてはわしらの立つ瀬がないわい。お主らの首を持って失態を帳消しとさせてもらおうかの。なんだそれ。何がおかしいんじゃ。お前は鳩のやつ。よく来た、麦わらのルフィ。ウソップはどこだ。返してもらうぞ。俺を倒せるとでも。ん、ゴムゴムのガトリング。ふん、見かけ倒しだな。フランキーの倉庫では分からなかったけど、こいつも強くなってやがるな。強くなって、何の話だ。なんでもねえ。今度も負けねえ。お前を倒してみんなで帰る。ぬるい考えだな。悪は全員ここで死ぬ。忘れたか、麦わらのルフィ。カティ・フラムのアジトでこの姿の俺に一つ気にされたことを。ルフィ、どうしてルフィがこんなに一方的に。まだ力が戻ってないっていうの。そうかもしれねえが、たぶんあの鳩野郎、間違いなく前よりも強くなってやがる。ここまでのようだな。さて、ニコロビン、おとなしく捕まるかここで死ぬか選ばせてやる。やめろ。お前の相手は俺だ。選べ、自分の運命を。選ぶわ。でもあなたの選択肢の中にはないわ。私は生きる。あなたたちには決して屈しない。ルフィがいる限り諦めないことにしたの。あの日司法の塔でね。そこで無様に死にかけている男に全てをかけるか。面白い。その強がりがどこまで続くか見てやろう。その程度か。武士眼マッシュ。チルフィ、みんな大丈夫か。ウソップ。大丈夫だ、何も問題ねえ。随分な威勢だな。そんななりで何ができる。お前を倒せる。なるほど、行動で仲間を鼓舞するか。
なかなかのボスの器だな。みんなで帰るぞ。キラッセカンド。他の器だったぞ、麦わらのルフィ。どっかのバカとは違ってな。だが部下を間違えたな。役に立たない部下はただの足かせだ。地獄で食えるがいい。部下じゃねえ、仲間だ。そして強いか弱いかは関係ねえ。あいつらがいてくれるから俺は負けねえんだ。ゴムゴムの志願バダロン、ジェットガトリング前より手強くなってやがれ。みんな頑張れ。もうすぐだ。もうすぐメリーが来る。俺たちの仲間が。おい、本当か。こんなところに誰が来れるってんだ。来るんだよ、絶対に。メリー号が。メリー、お前らの船か。もう海は走れねえんだ。来れるはずがねえ。どういうこと？海兵が引き上げていくわ。様子がおかしい。どういうつもりだ。やっべえ、あいつら橋ごと消すつもりだ。目標、橋の上の海賊ども、砲弾を撃ち込め。セブンに戻った。ごめんね、メリー。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。分かってる、メリー。お前は
今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。ああ、見ててくれ、俺たちの冒険を。もう一度、お前と旅ができてよかったよ、メリー。のおっさん、フランキーも。まあちょっと時間をもらえるか。おめえらに見せたいものがあんだよ。さらわれた仲間を取り戻すべく四方の塔に乗り込んだ麦わらの一味。激闘の末 CP9 と海軍を退け勝利を宣言する。そしてワフルドに戻った彼らが知った秘密とは。辞書、氷塊の遺構と水の巨像。魂のようなものさ、絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。あ、どうかしたのか、アディオ。いや、この石碑が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなくお前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。悪くない趣味だろ。そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ、かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。不安を抱えているみたいね。本当にいいの？あなた自身、自分のしていることが正しいと思えないのでしょう。でも、アディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考えて。寝てしまったわ。どうだ、そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか、俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならない。神の息吹を起こすには島の危機と判断させるため4つの巨像を倒す必要がある。
だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな。アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。合流した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味。取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった。絶体絶命の中、ルフィが下した苦渋の決断。それは。自称、頂上戦争、戦乱のマリンフォード。今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。サニー号を手に入れたルフィたちは、航海者たちが集う新世界への玄関口、シャボンディ諸島に到達。この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは、島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められている。必死に応戦をするルフィたちだったが、突然現れた七部海バーソロミュークマの手によってそれぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ、麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまった。ルフィが飛ばされたのは妙和島アマゾンリリー。この島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは、兄エースが公開処刑されるという情報を知る。エースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィ。しかし時すでに遅く、エースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡のジンベイやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白ひげ、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍も最高戦力の大将赤犬、キザル、青キジが集結する。さらにはもう一つの大勢力オーカ七部海も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。その規模と世界を震撼させた結末から、後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青キジが瞬時に凍結させる。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる、まさに頂上の戦いが繰り広げられていた。そしてルフィたちはエースを救うため戦いの真っ只中についに降り立った。いきなり海兵かよ。こいつは頂上戦争のど真ん中だな。聞いてた以上にとんでもない状況じゃねえか。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえぞ。エース、みんな聞いてくれ、エースはあそこにいる。この戦争でエースは死んだ。ルフィ、この世界は現実じゃねえかもしれねえけど、俺はエースを助けたい。今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。おう。どけよ。俺たちはエースのところに行くんだ。
一味、揃いも揃ってどうやってこんな場所まで来れたんだい。しかしシャボンリで拾ったばかりの命をこうもあっさり捨てに来るとは呆れるね。借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかねえと。若いね。先に行けルフィ、こいつは俺たちで止める。ああ兄貴を助けろ。わしも舐められたもんだよ。好き勝手もここまでだ、麦わら。お前ケムリ、お前と戦ってる場合じゃねえ。俺たちはエースのところに行くんだ。行ってルフィ、エースを必ず助けて。すまねえ、頼んだ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎる。早くねえよ、今は一人じゃねえからな。俺の後ろには仲間がいるんだ。まさに満身創痍じゃな。この怪我で海軍大将が相手では分が悪い。加勢させてもらうぞルフィ君。ジンベイ行くぞ。いやセカンド。遅いねえルフィ君。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。デザートスパーダ。あらら、これはまた珍客だ。今度はクロコダイル、お前さんもか。こんなルーキーに加勢するとは、七部会も安くなったもんだね。邪魔ねえな麦わら。お前はワニ。長い牢獄暮らしで体がなまってやがる。刀なしにはちょうどいい相手だ。黙って突っ立ってろ。こんなところで立ち止まらねえ。俺は絶対たどり着く。わしも少しは役に立たせてもらおう。ジンベイ、クロコダイルの加勢を受け立ち下がる難敵を撃破したルフィ。ハンコックから手錠の鍵を受け取り、ついにエースのいる処刑台にたどり着いた。エース！ルフィ！昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしようって。エース！俺も弟も世話になっちまったな。絶対に逃がすな。危険のエースは火のロギアだぞ、気をつけろ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。危険！ゴムゴムのガソリンだ。
兄弟も後ろの一味もここから生きて返せば正義の名折れじゃろうが。貴様ら兄弟は絶対に逃がさん。エス。うわ。このガキどもが。ルフィ。エースは殺させねえ。どうしてキューブの様子がおかしい。ルフィ、最後にお前を見られてよかった。ちゃんと助けてもらえなくてごめんな。てめえ何しやがる。飛行撤退だ。ルフィ、すまねえ、これ以上メモリアにいるのは危険だ。しぶといのお前の方がしぶてえよ。これ以上やらせねえ。走らせた。死ぬんじゃねえ。みんなで戻るんだ。リムはどこ。こっち、早く。ここよ、ここまで来て。リム、キューブが安定しないの、急いで。みんな、無事でよかった。そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも、無事でよかったわね、ルフィ。みんな、帰ろう。激戦を乗り越え、無事に帰還した麦わらの一味。満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして、最強の巨像が、
再び彼らの前に現れる。辞書、終結、麦わらの一味。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アビオは違うのか。え、アビオはお前の仲間だろ。仲間、アディオが。わからないけど、もしそうなら嬉しい。イム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ。あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ、友達か。この辺りだと思いますが。これはなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。って私結局骸骨のままなんですけど。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷鳴の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。あ、話を聞きやがれ。え、なに、あ、私の体、え、なん、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。ブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、
つ、どこに行った？勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞ、お前ら。実際、よくやってくれたぜ。霊代わりになるかどうか、お前たちの墓標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロガチャ。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。その電電虫、お前がくすねてやがったか。いろいろ便利なんでな。で、何の用だ？ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ、本当に犯罪者になり下がるつもりか。ハッハッハ、今更かよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、言われのない罪を背負い迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしてもお前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても拉致が開かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした？あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ、ポロロッカはいねえのか？いいか、スモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。ドレスローザ？素敵な名前ね。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし、行くぞお前ら。リム。え？海原を埋め尽くす大炎か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ、始めようか。最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称騒乱の王国、ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味は、それぞれに力をつけ
2年後に再集結を果たした。道中海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは、王家七部海ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中国に渦巻く闇を知り、ド・フラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるド・フラミンゴは全てを葬り去るため、鳥かごなる大技を発動したのだった。ドレスローザの国民たち、および客人たち、真実を知り俺を殺してえと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば当然そこでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。ミンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ、俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがドレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。おい、お前チャンピオンのやつ。ウィーハッハッハッ、死ねえ麦わら。弟とその仲間に手を出すな。サボ、トラオじゃねえか。ひどい怪我だ、動いたらダメだぞ。無理をしては。俺の問題だ、邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前、俺は恩人をド・フラミンゴに殺された。元ドン・キホーテファミリー最高幹部コラソン、俺に命をくれた人だ。ド・フラミンゴを倒すために俺は生きてきたんだ。さっきは油断したが、今度こそ行こう、ド・フラミンゴのところに。ダメだぞルフィ、傷だらけのローを動かすなんて危険だ。怪我人の世話は俺に任せろ。一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。麦わら、そしてトラファルガーロー。何しやがる。僕の人気を返せ、最悪の世代。何すんだ、こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。あ、気がついたか、トラオ。ド・フラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。なに、それは僕の役目だ。ド・フラミンゴを討ち取り、さらなる人気を得るんだ。なんだ人気って。考えてみろ、ド・フラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば新聞社が放っておかない。朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ、ド・フラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。なんだ、地震か。
いや、違うな。あの山みてえなシルエットに見覚えがねえか。あれはドン・キホーテファミリーの最高幹部、ピーカだよ。お前が麦わらのルフィか。さあ、我がファミリーに立てつく者たちは俺が相手に。相変わらず声高え。しー、やめろルフィ、挑発すな。だってさ、似合わねえ。貴様、麦わら。こいつのことはよく覚えてる。切り替えのある相手だったぜ。調子に乗るなよ。ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカはおもちゃ片足の兵隊に育てられた。しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕されコロシアムに捕らわれてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだった。これで全員か。俺も随分と舐められたもんだ。ドフラミンゴ、お前覚悟はできてんだろうな。どういうことだ、ドフラミンゴが二人いやがる。片方は分身糸人形だ。だが気をつけろ、どちらかは本物だ。上場戦争からここまでよく生き延びてここまで来たな、麦わらのルフィ。だが悪運もここで終わり。お前もお前の仲間たちも全てだ。ごめんなさい。操られてて体が自由にならないの。ロビンちゃん、あの女に気をつけろ。ルフィ、シュガーだ。触られたらおもちゃに変えられちまう。二つ同時か。だが今はやるしかねえようだな。ルーム、チャンブルズ。麦わら！くしょ、これだけは二度もやりたくなかったが。あなた、長花。タタババスコだ。ドフラミンゴ。今度こそ息の根を止めてやるよ。そう。お前はまさか。生きてるはずがねえ。俺はこの手でお前を殺した。コラさん、バカな、コラさんだと。これはお前が。ごめんなさい、わざとではないの。こんなこと初めてで私でも抑えられなくて。
あなたの思いが私の力に共鳴して自然と。誰の能力だ、いまいましい。くたばった後も俺の邪魔をしに来やがるとはな。物分かりの悪い弟を持つと苦労するぜ。いいだろう、一度も二度も変わらねえ。また俺が殺してやる。終わりだ、ドフラミンゴ。くそ、こいつも偽物だったのか。待て、待ってくれ、コラさん。あんたに救われて、俺は生きてる。病気は治った。あんたがくれたオペオペの力でだ。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。どんな能力なんだ。ごめんなさい、私余計な。いや、礼を言う。コラさんと会わせてくれて。来たぞミンゴ。王宮の最上階、決戦の場だ。群れるのは弱者の習性か。一応聞いておこうか。万が一ってこともある。お前たちここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。同じだ。兄の使命を果たしに。失望したよ。俺の頭上に立つとは気分が悪い。ここに来るまでにいろんな奴を見た。この国じゃ誰も笑ってなかったぞ。トラオもレベッカもお前がいる限り自由になれねえんだ。俺はそれが許せねえ。このゴムの16発の聖なる教団、ロッドスレッド、キングコンデスター。つまりアディオは世界中に散った一族と共にワフルドで暮らすために島の結界を解きたいのね。そのために危険な神の息吹を使おうとしている。うん、そう。今まで私はアディオの夢を叶えてあげたいと思っていた。私もアディオやアディオの一族とこの島で暮らすことを望んでいたの。でも。でも？お前はどうしたいんだ？アディオに死んでほしくない。この冒険で気がついたの。
私が何をすべきかを。アディオの夢を叶えるために今はアディオを止める。そうだな、お前がそう決めたんならそうすりゃいいじゃねえか。アディオもきっと分かってくれるさ。すべてうまくいったらアディオも一緒にワフルドで宴をしよう。おい、リム。リム、リムさん、返事をしてください。待て待て待て、リムがいなけりゃ俺たち現実に戻れねえぞ。最後の戦いが幕を開ける。それは世界の運命さえかかった小さな島の大きな闘争。アディオ、私は。辞書、その手につかむもの。やっと来たか、バスターコール。監視任務を中止して基地に戻れだと？冗談じゃない。まだアディオの件は終わってねえっていうのに。まさかバスターコール。政府は神の息吹もろともあの島を消す気か？目標、ワフルド中央の巨大兵器。全艦作戦を遂行する。やっと来たか、バスターコール。ワフルドに戻されたのはやっぱり私一人。ルフィたちはどうなったの？まさか神の息吹に何かあったんじゃ。いねえとここから出られねえぞ。リムさん、戻ってきてください。出たんだ、あのキューブがメモリアを再現してるって。確かに言っていたわね。じゃあ、あのキューブをどうにかできれば現実世界に戻れるかもしれないってこと？おいおい、何言ってんだお前ら。そんな危ねえもん触るのも怖えよ。もし触って壊れてもしたらどうなることか。世界ごと俺たちの体までバラバラになっちまったらどうすんだよ。よし、殴ってみるか。え？うん？いや、なんでそうなるんだよ。やめてルフィ、あたしたちまでバラバラになっちゃったらどうするの。もし壊れでもしたら何が起こるか。このゴムのピストル。簡単に壊れちまった。無事に戻れたみてえだな。うまくいったろ。
ふざけんじゃないわよ、あんた。戻れたからよかったものの。思ったじゃねえか。すみません。何が起こってんだ。ありゃ海軍の軍艦じゃねえのか。あの軍艦、火力、当然、まさかバスターコール。どういうことだよ。なんでワフルドにバスターコールだ。このままでワフルドが沈められてしまうわ。こんな不自然な落雷見たことない。塔の光の方はリムさんの話していた神の息吹でしょうか。まさかこの騒ぎはアディオに関係してんのか。リムの匂いがするぞ。さっきまでここにいたんだ。無事に戻れてたのね。よかった。匂いはアディオの小屋の方に向かってるぞ。よかった、気がついた。リムさんが急に消えたので心配していたのですよ。ごめんなさい。アディオが心配。私、あの塔に行かなきゃ。あの塔の正体、あなたは知っているの？天行の塔。神の息吹を祀るために作られた塔よ。あそこで暴れてやがるのが神の息吹。ってことは、アディオの奴が動かすことに成功したと考えて良さそうだ。呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろう。だったらなんで暴れてんだよ。リム、私にもわからない。アディオに聞いてみないと。どうする、ルフィ。アディオに会って話を聞くぞ。塔に急ごう。どうすだ、リム。黙って聞いて。これが救いの日差しよ。なんだ。歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブラック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブラック。よっ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。アディオ、すぐに追わねえと。この塔は危険だぜ。懲りない奴らだ。会いたかったぜ、神の息吹。海王類と見まごう巨大な体に禍々しい嘆願。ガキの頃、俺のじいさんから聞いた通りの姿だな。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。
ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるかな。俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けた。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹、誰が主人だ。9番艦からは応答がありません。ほとんどの友軍が海の木図か。なんということだ。すべてワフルドからの気象兵器による攻撃と思われます。この威力がゆえのバスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバスターコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ、お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。そうだなリム、お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム、ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム、リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムはお前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと。くだらねえことを言うなよ。まああいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。アディオ！ルフィ！嘘だろ？どうしてルフィの雷が効くんだ？神の息吹は雨、雷、風
吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り、俺の思うがままに操れる。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。俺も俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時に、そのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。くそ、動けねえ。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけだ。メモリアに行くたびにリムが弱っていったのも、あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったようだ。リムは何も気づいてねえだろうがな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ、寂しかっただけ、仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ？ありえるのか、そんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない。リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。みんな、アディオの後を追うぞ。見えてるかよ、ポロロッカ。俺たちがあれほど苦しめられた海軍が、まあ、本当ならこの力で裏切り者のお前を殺して死んだ仲間たちへの手向けにすべきなんだろうけどな。今は予定通りこの世界を作り直し、俺たち一族の呪われた運命に決着をつけるだけだ。待てよ、アディオ、お前なんか知ってんだろ、教えろ。本当にしつこいな、ルフィ。お前に撃たれたリムはこんな箱になっちまった。それはリムなのか。まあ、今となってはどうでもいいがな。どうでもいいだと。お前が何を吹き込まれたかは知らねえが、俺には邪魔だっただけだ。
リムはお前のこと家族だって言ってたぞ。あいつは家族なんかじゃねえ。俺の本当の家族は全て死んだよ。リム、そいつは俺が神の息吹に至るまでの単なる駒だ。駒だと？お前らがこの島で暴れてくれたおかげで俺は神の息吹を手に入れることができた。そういう意味じゃリムもお前らも少しは俺の役に立ったな。だがここからは俺だけでいい。誰もいらねえ。俺が一人だからできることだ。俺はこの世界を壊し正しい世界に作り直す。それを邪魔する者は全て排除する。麦わらのルフィ、お前もお前の仲間もだ。リムとの約束だ。俺はお前を一人にしねえ。ぶっ飛ばして目覚ましてやる。ついに自分の意志で動き出しやがったか。長い拘束から解放されて力を抑えられなくなってる。いいだろう。思うがままに暴れるがいい。世界の終わりは今思いがけずに始まった。自ら動き始めた神の息吹は全ての大地を焼き尽くすだろう。どうだ麦わらのルフィ、お前が信じる仲間や絆でこの力を止められるか。うるせえ、こんな魚なんか叩き潰してやる。なんてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ、ルフィ。まだだ。まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。海岸のサニーが危ねえ。ルビー、俺はここに残る。みんなはサニーを守れ。俺にはまだやることがある。おう。そうだな、いいこと思いついたよルフィ。ワフルドの嵐を乗り越えてなお無事だったお前の船、ありゃあ素晴らしい船だ。武装を追加すりゃ新世界の海も越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていこうと思う。嬉しいぜルフィ、お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ、そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。だが欲しいものは奪い取る、それが海賊の流儀だろ。お前らに合わせてやってるだけさ。そうだな、じゃ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。あ、そうすると俺は海賊王ってことにならねえか。悪いなルフィ、世界を掌握するのは俺だ。
本物も知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。リムや俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言ってる。昔俺の邪魔をした海賊も言ってたぜ。思うがままに奪い取り支配する、そうして世界のすべてをその手に掴んだ者こそが海賊王と呼ばれるのだと。さて、縁も竹縄、どちらが正しいか力で決めよう。それもまた海賊の流儀だろ。アディオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お前が海賊を語るなら、海賊として受けて立ってやる。俺はこの力で全てを掴む、奪い取る。この世界には自由を奪う目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操っていやがる。クソったれたこの世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ。信じられるものなど何もないってことを。家族の印だって、お前の魂だって言ってたじゃねえか。それがお前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ。この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し尽くし、正しい世界を作り直す。軽いな、何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだと。俺は一人で夢を成し遂げる。仲間なんて初めから必要なかったんだ。だがそれでいい。こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあポロロッカの記した航路だ。すぐに嵐は去るだろうぜ。あいつは航海士としての腕も抜群だからな。そういえばポロロッカはどこだ。世界政府の高官ともあろう方が
せこい話をするものだ。なんだ、何を話している。公開処刑がお望みなんだろう。毒で弱らせてあるが殺しちゃいない。奴が最後の一人だ。大物だからな、慎重にもなるさ。アディオ、バカな、海に飛び込みやがった。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに、俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。護送船から逃げ出した俺は、手にした新聞の小さな記事に我が目を疑った。政府の役人がつまらねえ罪で処刑されたと書かれたその記事には、ポロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200年の苦しみも、あのクソ野郎の裏切りも、すべて誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。大丈夫、ルフィ。船は島の裏に退避させた。ただとっとと逃げねえと、ここも危ねえ。決着がついたのか。リム、お前元に戻ったのか。う嘘。リム、いや待て、なんだか違う気もするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったが。そうね。どういうことなの。後で説明するわ。お前リムじゃねえのか。違うわ。でもあなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたから、キューブは光を失っていないわ。本当か、よかったなリム。なるほど、お前がリムの本体、あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろ。そう、私が止めたの。でも結局、神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だがこいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は、世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃねえ、リムとお前の絆がお前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を打ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。さあな。俺にもミスはある。お前には負けちまったが、俺は絶対に立ち止まらねえ。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺は一人俺の道を行くしかねえんだ。アディオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキー・ディ・ルフィ。
俺の一族の証だ。島に埋めるなり誰かにくれてやるなり好きにしてくれ。うるさい海軍にもう一度俺の力を見せつけてやるか。あいつとの思い出の場所、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。お前、何してやるんだ。おい、アディオ。バフルド、頼んだぜ。俺の家族の島だ。おい、アディオ。おい、この箱はリムなんだ。なんとかなんねえか。キューブには傷一つないわ。やはりアリオは分かっていたのかも。お前リムなんだな。仲間思いで食いしん坊のルフィ、やったなリム。アディオは行ってしまったのね。リム、ルビー、助けてくれてありがとう。またいつか会えたらうまいもんを食わせてやるぜ、お嬢さんたち。この島の遺跡は貴重なものばかりよ。大切にしてね。将来島民が増えたらお前の英雄譚を話してやれよ。俺の活躍も頼むぜ。ワフルドの風は強いから体を大事にしなきゃいけねえぞ。二人っきりで支え合うのか。スーパー泣けるぜ。負けんなよリム。よほほほほ、リムさんに教わった救いの日差し、大事に奏でてまいりますよ。じゃあな、リムとリム。モヤン中将、なんで報告書捨てちまうんだよ。大佐ちゃんに怒られるぜ。いいんですよ、出すのはこっちの報告書で。ああ大佐ちゃん、でもよ、そっちの報告書にはあの子らのことも巨大兵器の残骸のことも何にも書いてねえじゃねえか。うるせえ、さっさと報告をあげてこい。面倒なもんを押し付けやがって。おい、アディオ、お前生きて戻るんだろうな。お前が帰ってくるまで俺の目が黒いうちは何とかしてやるよ。アディオはいつかあの島に戻ってくるのかしら。ああ、そうだね。簡単にくたばるやつじゃねえしな。アディオ、早くリムのところに戻ってくるといいな。そうすりゃ
リムも寂しくなくなるだろうしな。そうね、アディオが戻ってリムが孤独でなくなるのなら、それだけで私たちのワフルドの冒険も無駄ではなかったと言えるのかしら。そうだといいわね。でもワフルドは本当に変わった島だったな。そうだな。それにメモリアの旅も大変だったぜ。でも自分たちの過去の旅をもう一度なんて興味深い体験でしたね。今の俺たちは過去よりも未来だな、ルフィ。ああ、そうだ、海賊王に俺はなれ。おーい、できたぞ。ワフルドの食材を厳選した俺の特別メニューが待ってるぜ。うおー、うまそう。ナミさん、スクリーちゃん、始まるとするか。ありがとう、いただくわ。どこへ行きましょうかね。Thank you.